どうもアガポニです。今回はメインクエスト冥界の扉、このクエストの分かりにくい点の紹介です。具体的に言うと、このクエスト内の一つ、遺伝子ロックされた扉を探すという工程で、扉までの行き方が少し分かりにくいので、その攻略になります。それでは早速行きましょう。はい、ではスタートはここからですね。この場所を左右どちらにでも行ける場所なんですが、まずは左側、あの扉のところまで行く必要があります。ここはブルキャスターを使って引っ張ります。で、ジャンプしながらバツで、もう一度プルキャスターを使って飛びつくと、あとはこの黄色い目印部分にね、飛びついていきながら反対側に回っていくと。で、ここはもう一度プルキャスターを使うので、ジャンプしながらバツですね。で、さらに反対側に回って、で、ここから下に飛び降りると。で、ここのはしごを下ろしておきます。このはしごは後で失敗した時のショートカットの役割になってます。で、上ですね。で、この場所は一旦フォーカスでこのパワーターミナルをチェックします。そしたら左側に移動して、ここにエネルギーセルがあるので取り出して、で、はめると。で、隣の部屋に移動ですね。で、上を見上げるとブルキャスターで飛びつける場所があるので、ここから上に移動します。で、ここに掴める箱があるので、これを一旦引いてからグッと押して落とします。そしたら下に移動ですね。そしたら今落とした箱をですね、もう一度引っ張ってグーッとここまで引っ張ります。で、この箱を足場にしてさらに上に移動すると。で、ここにあるファイアグリームを点火ですね。で、隣の部屋がさっきいた部屋になるので、このエネルギーセルをもう一度取って、で、これを持って戻ると。ここは下ですね。で、この奥にセットできるところがあるので、ここに挿入すると、すると電力が回復して上の扉が開きます。で、まずはこのはしごを下ろしておきます。このはしごの役割もショートカットですね。で、奥のはしごから上に移動します。で、ここはさっきと同じようにブルキャストを使って引っ張ります。すると移動できるようになるので、ジャンプバツで移動ですね。で、ここまで来たら中央の足場まで移動する必要があるわけですが、ここはジャンプ四角で使えるシールドウィンドウで移動ですね。
で、この奥にある小箱を取りたい場合は同じようにシールドウィンドウを使って取りに行くんですが、その前にね、このはしごを下ろしておきます。その上で移動ですね。そしたら戻ると、で、下ろしておいたはしごを使って登ります。で、この後はですね、奥にまたプルキャストが使える場所があるので、ジャンプバツで移動ですね。で、ここからはさらに奥に行く必要がありますが、どこに行くかというと、ここから見えるファイアグリームのところですね。なので、ここからシールドウィンドウを使ってもう一度滑空します。で、点火していくと、で、部屋に入ったら左側ですね。この装置を調べると、扉を開くにはコードが必要というのがわかります。で、そのコードがどこにあるかというと、ここですね。で、これをフォーカスで調べます。で、パッド操作でノートを見るですね。で、いろいろと書いてありますが、この中の数字4桁、この中にある7482という数字がコードになってます。で、入力していきます。ここから上に移動ですね。扉だ。もう少しだな。で、ここからは奥の柱を使って移動していきます。で、上まで登るとプルキャストが使える場所が見えるので、ジャンプバツで移動ですね。で、ここは下に移動して四角で降りれますね。で、左側にプルキャストが使える場所があるので、引っ張ると、で、この場所はまた奥にプルキャストが使える場所があるので、まずは使って引っ張っておきます。すると引っ掛けられる場所が出てくるので、ジャンプバツで移動ですね。で、目的の扉の前まで来れます。で、ここから左側にも行ける感じになってますが、メインストーリーを進める場合はここから直進ですね。ただそのままジャンプでは届かない距離なので、ここからプルキャストを使って引っ張ります。で、引っ掛ける場所が出てきたら、ジャンプバツでプルキャストを使って移動ですね。これで目的地到着となります。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。